燃焼室は燃料が燃焼する空間であり、熱機関においては燃焼により熱エネルギーを発生する部位である。ジェットエンジンの内燃室の模式図内燃機関における燃焼室は内燃室と呼ばれることもある。燃焼で発生した高熱のガスは元々の燃料や混合儀よりもはるかに大きな溶石に膨張し大きな圧力と熱量を放出する。例えば、 ガスタービンの場合にはこの圧力を利用して軸に接続されたタービンブレードを回転させることが可能であり、ロケットエンジンの場合には噴射ノズルによって圧力が解放される方向を指定することで圧力を推力として利用できる。レシプロエンジンなどは完結燃焼であり、吸気によっても燃焼室表面の温度が下げられるのに、対しロケットエンジンやジェットエンジン、 ガスタービーンなどは基本的に連続燃焼であり、燃焼室の冷却は期間の寿命に大きく影響する。レシプロエンジンの燃焼室は上視点付近にある時のピストンやシリンダー、シリンダーヘッドなどで囲まれた空間である。ガソリンエンジンの燃焼室通常は、シリンダーヘッドに点火プラグや、吸排気バルブが設けた半球形の凹みが設けられ、 ピストン関面やシリンダー上端部とともに混合技を燃焼させる部屋である燃焼室を形成する。ピストン関面は必ずしも平面もしくは軽い防流があるがバルブに対応するへこみが設けられることが多い。ターボチャージャーなどの下級機付きエンジンでは圧縮比を下げる目的でくぼみが設けられる場合もある。ガソリンエンジンの燃焼室には様々な形状のものが存在し、 その形状によってそのエンジンの圧縮比が大きく左右されエンジンの効率に影響する。エンジン設計者は燃焼室やシリンダー内の加熱を避けつつ冷却損失を小さくし混合技の完全燃焼を目的に様々な燃焼室形状を考案してきた。そのために有効なのが熱効率が低下する表面積の大きくなる細長く大きな燃焼室ではなく できるだけ表面積が小さいコンパクトな燃焼室の採用であった。こうした改良の中で混合技が燃焼室の中で乱流を形成することが燃焼効率の改善に良いことも分かってきた。半球型やペントルーフ型などではスワールやタンブルを形成するようにヘッドとインテークの形状を工夫している。またシリンダ断面積とヘッド断面積を変えて ピストン上昇時には挟み込まれた部分で粉流を発生するスキッシュエリアが設けられることも多い。初期の排気対策では CVCC のように気迫混合器に点火するために補助燃焼室や補助吸気バルブなどが付加されることがあった。通常、点火プラグは燃焼が電波する速度を見込んで圧縮上支点の少し前で点火を行うが、それ以前にシリンダー内で 自己着火するノッキングが発生することがある。ノッキングによる衝撃は、ピストンやシリンダーヘッドの損傷につながるため、通常は圧縮比を制限したり、ノッキングセンサーにより、ノッキングを検知すると点火時期を遅らせる方法が取られる。燃焼室によるノッキングの起きにくさは、メカニカルオクタン化と呼ばれ、これが高いエンジンはより高い圧縮比が実現できる。 ため高加出力で高燃費となる。メーカーはメカニカルオクタン価を上げるために様々なシミュレーションや燃焼状態の観察を行っている。初期のガソリンエンジンで多く見られたサイドバルブの燃焼室では平たく横方向に長い形状を呈しており、この形状を指してフラットヘッドと呼ばれる場合が多かった。しかしこのような形状は燃焼室の表面積が 大きいため燃焼効率に劣り、圧縮比もある程度までで頭打ちとなる一方、低奥ン価の燃料が使用可能なことから、発電機などでは依然として多く使われている。一方で出力を求めた頭上弁式エンジンでは、下記のような燃焼室が登場した。バスタブ型サイドバルブからオフに移行した初期の段階で、登場した形式で燃焼室形状は、 文字通り様式の浴槽のような長方形の形状をとっている。吸排気バルブはシリンダーヘッドに対して垂直に配置されるため、機械加工が容易で最低限の設計変更で、サイドバルブをオフ化可能であったため、多くのエンジンでこの形式が採用された。しかし、燃焼室内の乱流形成が比較的容易な反面、燃焼効率に劣るため、次第に 後日の形式に改良されていくことになった。また、トヨタの 1E 型、および 2E 型、3E 型ガソリンエンジンのように1気筒あたり3、バルブの最致死でありながらバスタブ型燃焼室を採用したエンジンも存在する。くさび型燃焼室の形状が横から見て、くさびのような細長い三角形状を呈しているもの。吸排気バルブが シリンダーヘッドに対して斜めに配置されるためターンフローエンジンにおいては吸排気ポートの曲がりが緩やかに設計でき圧縮比もバスタブ型と比較して高く取ることが可能となったオフのみならず OHC 形式でもターンフローエンジンにおいては後日の多球型燃焼室が登場するまで主流の形式であった半球型イタリアマローシー社のスクーター用に ストロークエンジンのシリンダーヘッドにストローク用ヘッドは燃焼室と点火プラグのみを備えたもので、吸排気バルブによる燃焼室形状の制約がないため今日でも大きなスキッシュエリアを持った理想的な半球型燃焼室を採用するものが多い、燃焼室の形状が球を半分もしくは1、3程度に切り取った形状を呈しているもの。クロスフロー式。 シリンダーヘッドの登場とともに現れた形式で燃焼室の表面積が溶石に対して小さくなるので冷却損失を小さくでき燃焼の圧力が均等に広がる流体力学的に理想的な形状のため多くのエンジンでこの形状が使用された代表的なものとしてはヘマスフィラクルという燃焼室形状がそのまま名称となっているヘミエンジンがある変わったところでは球気を オフ、排気をサイドバルブで行うとなるローバーのイオエエンジンは、傾斜した平面のシリンダーヘッドと、独特なピストンヘッド及び排気バルブ周りの形状により、半球型に近似した燃焼室を形成する。しかし、欠点として燃焼室内の流体効率が良すぎる、ゆえに、乱流の形成が行いにくいという点が挙げられ、一部のエンジンでは、 吸気バルブ以外にごく小さな補助吸気バルブを置くなどの手法で乱流を強制的に引き起こす対策が取られることもあった。また大きな半球形状を取った場合圧縮比を高めていくにはピストン側のピストントップを大きく盛り上げる加工も不可欠であったためピストン側の重量増加を嫌った設計者によっては後日の多球型燃焼室を採用して燃焼室の燃焼効率低下を 最小限に抑えながら、ピストンの軽量化と同時に圧縮比を高める手法が取られることもあった。DOHC やサイチェシーマルチバルブの普及で、旧排気バルブに2本ずつの4バルブ構成が登場して、来ると平たいポペットバルブの先端で半球の形状が崩れてしまいやすいことや、半球の曲線に合わせてバルブを配置するとバルブ挟み角が極端に広くなってしまいがちなことから、 マルチバルブエンジンでは2019年7月にフルモデルチェンジを実施した4代目、ダイハツタントに先行採用された、自然吸気仕様の KFV 型エンジン、およびターボ仕様の KF ヘッド型エンジンを除き、後日のペントルーフ型が主流となっていった。多球型フォード302エンジンの4.9リットル V、8シリンダーヘッド。ハート型燃焼室を持つオフヘッドである半球型の、 アッシュと呼べる形式で燃焼室の形状が複数の球面を組み合わせた形状を呈しているもの。多くの場合、球排気バルブと点火プラグに合わせて3つの球面とすることが多かったため、燃焼室はハートの形を呈し、ハート型燃焼室と呼ばれることもあった。半球型に比べて流体力学的には不利な形状であるが、ピストントップを大きく盛り上げることなく、 圧縮比を高く取ることが可能であり、乱流の形成も比較的良好であったことから、吸気1、排気1の2バルブ構成を取るシリンダーヘッドでは、オフ、OHC、ターンフロー、クロスフローの別なく幅広くこの形式が採用された。半球型燃焼室からの移行の例としては三菱、4G54 エンジンにおいて、旧来の半球型燃焼室 MCI。 JET バルブの組み合わせが、オーストラリアの三菱、マグナでの最終型エンジンではハート型燃焼室に変更され、結果的に MCI、JET バルブが廃止できた事例が挙げられる。また、バスタブ型燃焼室やくさび型燃焼室をプライベーターがチューンする際にもこの形式の燃焼室は多用された。具体的には、元の燃焼室を一度アルゴン溶接などで埋めてしまい、 改めて旧配儀バルブ周辺にスキッシュエリアと半球を形成するように削り直すのである。場合によってはバルブシートを一度取り外してバルブ自体もステムが長いものに交換することでバルブ全体をピストントップに近づけピストントップや時にシリンダー側面にバルブリセスを設けることで極限まで圧縮比を向上させる手法も ビッグバルブへの交換の際には行われることがあった。ペントルーフ型 DOHC シリンダーヘッドのカットモデル。吸排気バルブの設置角度が狭くなればなるほど、ペントルーフの頂点は平らに近づいてゆき、圧縮比が高まることになる DOHC やサイチェシーのマルチバルブエンジンの登場とともに登場した形式。主に4本の吸排気バルブの先端形状に合わせて、 建物の屋根のような三角形の形状を定した燃焼室である。半球型に比べて若干流体力学的には不利な形状であるが、点火プラグを吸排気バルブの間に配置できるセンタープラグが容易に実現でき、火花の電波効率が非常に良くなることや、バルブハサミ角を狭く取ることで三角形の頂点を低くして圧縮比を高めることも可能で、 カムシャフトの間隔を狭めることで DOHC シリンダーヘッドの小型軽量化も可能となることから現在のガソリンエンジンの主流と言える形式となっているこの形式も半球型燃焼室同様に燃焼室内の流体の流れる効率が良すぎるゆえに乱流の形成が行いにくいという点が挙げられメーカーによっては吸気バルブの片方を低回転域で不作動とすることで 吸入空気の流速を高めて、乱流の形成を促す機構が採用されることもあった。今日では、可変バルブ機構の発達により、吸気バルブの吸止機構とともにバルブタイミングを可変させる手法も確立され、高出力と高燃費を両立することが可能となっている。プレチャンバー型ディーゼルエンジンの技術に由来する、複出式については、過去に、 ホンダの CVCC エンジンなど一部で採用例があるが、この際は採用は一時的なものに留まっていた。しかし2010年代に入り、主にレーシングカー用のターボエンジンにおいて、プレチャンバーと呼ばれる複質式を採用する例が見られるようになった。具体的には、点火プラグの周辺をキャップのようなもので多い副燃焼室とし、主燃焼室との間を細いオリフィスで結ぶ。 そして、主燃焼室における圧縮工程が進むと、オリフィスを経由して、混合技がプレチャンバーに流れ込む。その状態で点火プラグが点火すると、プレチャンバー内で発生した火炎が、オリフィス経由で、主燃焼室にジェット粉流となって吹き出し、主燃焼室内の混合技を一気に燃焼させる。プレチャンバー型は、2014年からの F1 で使われる1.6リットル V。 ドクターボエンジンで採用されているほか、スーパーフォーミュラスーパー GT で使われている NRE にも2016年頃からその技術が投入された。市販車では2020年発表のマッセラティ m c 2 0で初めて採用された。ディーゼルエンジンの燃焼室ディーゼルエンジンの燃焼室は燃料噴射装置の方式によって下記の2種類に対別できる。 ディーゼルエンジンのシリンダーヘッド仮面は平らで、吸排気バルブの間には、バルブ挟み角がなく、すべて平行配置である。直接噴射式オープンチャンバー式や単出式とも呼ばれる、この形式は、噴射のツルが直接シリンダー内に燃料を噴射する。そのため、シリンダーヘッド側には、ガソリンエンジンのような、凹んだ燃焼室は存在せず、 ピストントップのキャビティと呼ばれるへこみに燃料が噴射されて燃焼を行う。すなわちこのピストンキャビティが燃焼室である。なお、キャビティ形状はトロイダル型、トロイダル型、リエントラント型等がある。また、対抗ピストンエンジンにはシリンダーヘッドが存在せず、対抗する2個のピストン管面とシリンダー壁で燃焼室を構成する。 シリンダーの中ほどが燃焼室となり、この側面に噴射ノズルが備わる直接噴射式である。副室式直接噴射式と異なり、シリンダーヘッドに設けられた副燃焼室内に燃料の噴射を行う形式。副燃焼室の形式により、余燃焼室式と軽い質式に差別できる。どちらの形式でもピストントップの凹みが主燃焼室と呼ばれるが、 直接噴射式のそれに比べるとごく浅い。主燃焼室に対する副燃焼室の溶石は、4燃焼室式の場合で30から40%程度を、下流室式の場合で70から80%程度である。副燃焼室内にグロープラグと噴射ノズルが設けられており、寒冷時での指導時は、グロープラグからの熱で、副燃焼室の空気を事前に予熱することにより、 指導を容易にさせて、運転開始後は圧縮によって熱せられた空気が副燃焼室に入り込むことで着火する。着火した燃料は高い流速の火炎となって、主燃焼室へ放出される。副燃焼室の主燃焼室側の開口部は、噴口と呼ばれ、ここで流路を細く絞ることで吸気と火炎に高い、流速を与えて、拡散燃焼を助けている。 直接噴射式に比べると熱損失は大きいが全ての回転域で容易に安定した燃焼状態が得られ燃焼時間が長いため燃焼時の圧力と温度変化が穏やかで窒素酸化物と炭化水素の発生が少なく騒音が低く高回転化にも適しているこのためコモンデール化以前の乗用車用をはじめとした小型工回転型エンジンに多数の採用例がある ロータリーエンジンの燃焼室とは、上視点付近で、ローターやローターハウジング、サイドハウジング、点火プラグで囲まれた、扁平な空間を指す。デシプロエンジンとは異なり、ローターの回転とともに燃焼室が、ハウジング内の広い範囲を移動する。ロケットエンジンの燃焼室は、燃焼による反動で推進するために使用される。一般的にはボイラーで燃料の燃焼熱を水に与え、 高圧蒸気を得て、機関を動作させる。蒸気機関車においては、そのうちの燃料を燃焼させる空間は、過室と呼ばれ、その副室が燃焼室と呼ばれる。勝利のエンジン50線カールルドビク戦超二元車2004年11月10日、発行167ページ ABF1 の燃焼技術、プレチャンバーを、まさかマセラティが出してくるとは。 新3.0リットル V6 ターボエンジンのプレチャンバー技術を読み解いてみるモーターファン2020年7月3日プレチャンバーも開発の焦点に燃費ターボ NRE は最新かつ最後の大技かスーパー GT 驚愕メカ対全、最終回オートスポーツ2020年7月9日 6BB1 日本の自動車技術330戦、自動車技術会 2020年7月21日閲覧。杉原国彦、田中俊明、佐々木正宏、植田隆正、副粉砲付き渦室式ディーゼル機関の開発、日本機械学会誌、第91巻第834号、1988年5月5日、414から415ページ、ネイド1100億247万4402。 昭和62年度日本機械学会賞、ありがとうございます。